小圭焼氏は、小月を死の名とする士族、第十一大水人天皇の御子を祖とする、スメラ別つ士族で、平安時代から小圭焼宿根世を称した。平安時代から、明治維新まで朝廷に仕えた、下級区下の一族である、大上官弁官局における、事務官人の家柄として、左大使を代々務め、その他に三博士、主殿頭といった官職を世襲した。 一族の代表者である市長者は、弁官局の下級官人を取り仕切り、官務と呼ばれた。そのため小敬役氏は、官務家とも呼ばれる。同様に、小和言局を取り仕切り、局務と呼ばれた清原氏、中原氏と合わせて、両局と呼ばれた。両局は、地下下の筆頭閣として、地下官人全般を統率した。官務を継承する着流は、鎌倉時代に、三武家と大宮家に分かれた。 戦国時代に大宮家が断絶した後は、三武家が明治維新まで官務を継承した。近世以後、両局は三武家、押し郝や平田家の三矢からなる三模様子の体制に変わって地下官人を統率した。明治維新後三武家は断尺となり、家族に列した。この着流のほか、戦国時代の下屋国武家、三武氏が昭敬や騎士公営を称した。 小圭明騎士の羊は十一大水人天皇巫女とされるが、巫女の中で、落ち別王と、行き即別名の二説がある。落ち別王説水人天皇と、被害旗と辺との間の巫女。落ち別王のほか、祖別名、落ち別名、沖友別名とも記される。古事記では落ち別王は、尾関の山皇の祖と記されており、経図上は、この小月山君が、小圭明騎士につながる。また、 新先生史録では、落別名の後なりと記されている。一規則別名説水人天皇と、ひやざみ系入り姫との間の御子。一規則別名のほか、い、元葉夜分け命、池則別名とも記される。日本三大実録に、一規則別名の後なりとあるほか、維新御章系や騎士着重の身武家が提出した、身深府においても、同様に一規則別名の子孫としている。 しかしながら、一則別名の子孫とすると系図が繋がらず、信憑性が薄い。栗田博士は、一則別名と記してあるのは、後世の文献であることから転写の際の誤射であろうとしている。後に、アホは孫生を得るため、アホ氏の祖である、一則別名を利用して仮を貸したのではという説も、ある。落ち別王子孫の正月山君は古代、大見国久留本郡を拠点とした豪族であった。 上岸15年、後衛の小月山今尾と勇長らが刑に京移す。この際今尾は、左少な試験三博士、勇長は、主計量産史の官職を得ている。このことから、お月の山君は三道を習得することにより、大上館の文の官職を得、中央への進出を果たしたものと考えられている。当時三道は9世紀初頭から衰退が進んで、大学寮四道の内下位に位置し、 地方教育機関、国学に入るべき、地方豪族にも道が開かれていた。また、文は、大上官事務部門の小納言局、左右弁官局の内弁官局に属する職で、認じられる家は、地下家であったが、大上官文書管理、諸国書務を務めることで朝廷に仕えた。今尾は、忍主元年大見国士が軍王ごとの地を配慮し、 その後の一族の一子杖を築いたことによりこの地で、昇景焼きしそ、今尾少年として、おごと神社に祀られ、宝光寺に墓が伝わっている。今尾の子、阿保京乱もん博士を務め、別詞、東京都糸平の代では、昇景焼き少年と、さらに改正し、両人もん博士を務めた。その後、少年の生を称し続けたため、お月氏は、ねじめやと友をされた。生を、 朝恩から、格下のスクネに落とした理由は定かでなく、投票と糸平が今尾の実施ではなかったのでは、ないかとする説もある。その後賛同は、小慶焼氏と三吉氏による科学となり、三博士を西で世襲して賛同出身者の、主要官職を11世紀以降独占していく。また氏の職に関しても、今尾の後も、相次いで認じられていった。徳元年左大慶親が、 十五位下二助され、お月氏で初めての大武士となった。大武士とは五位の左大使のことで、五位以上の管理の将である。大武を取った名称である。小六く上が、総統以外の左大使が五位となるのは、画期的なことであったが、昇殿を許されることはなかった。笹子親は学識高く当時有数の貴族、藤原光勢とも親交があり、文の地位を向上させた。大武士は、 ささぐ親の孫、おつき信の代から、接週、独占し、その子、助けの代には安定の一に達し、助けは三十年もの間、左大使を務め十四位以上の位にまで上っている。なお、四位に除せられる者まで出た結果、活気性が薄れこの、大武士の将は、廃れていくこととなる。平安後期に入ると、朝廷日式において洗礼が大事とされ、 文章を扱う関係で文の存在感が増した。中でも、文を歴任する昇家や騎士は、夕食古日に明るいことから朝廷内での信任が厚く、平安末には昇家や騎士の一族、門徒が文の職を占めるようになる。左右弁官局では、左右に分ける意味が薄れて二局は、官局として統合され、左大使は、官局を統率する、官務と称されるようになる。 官務になった昭敬明氏の視聴者は、官庁者とも記される。なお、同様に、小和言本局では、劇局が形成され、清原氏、中原氏の中から、局務が現れた。官務と局務は合わせて、両局と称せられ、近下,下の筆頭として、大上官の下級管理を統率していき、鎌倉時代に入ると、昭敬明氏は、官中室権と称せられるまでになる。その後も官務は、 小径秋市内で継承され、平安時代末、正重のこの修行、営業、高志職らは三名とも官務を務め、営業流は三博士を、高志職流は官務を相続することとされた。しかしながら、文治元年官務、高志職が、後白河院と源義経による、源頼朝追悼の戦時に関わったとして、頼朝に開官され、官務は営業のこの工房が継いだ。 でありながら、研究2年に、後白河院の指示で、高市職が復職、工房は、幹部の地位を失う。その後、高市職が、既得に陥ると工房は、高市職の子、国宗と後継を争ったが破れ、幹部には国宗がついた。国宗が死去した後次の幹部に工房の孫の末次がつくと、末次は、朝廷の権力者救条道家と深い関わりを持って21年間に、 渡って在職し、高志職流に押されがちであった、工房流の地位を向上した。それ以後正圭明氏は、高志職流と工房流とに分かれ、三博士は工房流が相続するものの幹務は、領流が対等の立場から争い合うこととなる。南北朝時代においても、お月氏は雑草決断書に登用されるなどと官理家としての職務を担い、この頃には、領流は、 邸宅の場所にちなみ、高市職流は、身武家、工房流は、大宮家と称していた。この時期家全体が、経済的に苦境を迎え、お月氏も、また例外でなく、官務職とお月氏伝来のいのと元層、内市家層の所有をめぐって、競争は一層激しくなった。両家はそれぞれ権力を持った区下や武家に取り入り、身武家、大宮家の争いは訴訟の頻発するほどのものとなる。 この間、大宮長校は、事務卿を務め、近くでありながら、昭敬や騎士で初めて八昭卿に任じられている。王仁元年から、王仁の乱が始まると、争いに巻き込まれ、大宮家の漢文庫が消失。大宮家は、文の職に主将をきたして、三武家が優勢となる。そして、大栄七年、三武久と大宮維持の間で和睦状によって、小ごと僧、内氏家僧は、三武家の所有となり、 領地を有していなかった大宮家は、経済的に逼迫し、他の区下同様地方の大名を頼って下校せざるを得なくなる。維持の頼った、最国有力大名、大内氏の先では、維持の娘、おさいが、当主、大内義隆の着難、義尊を生むなどと寵愛を受けていたが、天文21年、当春方の義隆に対する挙兵により維持は、大内義隆、義尊ともども打ち死にした。 維持の子は創生したようで、新たに迎えた勇士も出資しなかったらしく、元気3年、三もよ義に、大宮家継承を命じる女房法書が下されて、大宮家は断絶することとなり、以後は、三部家が単独で、官務を継承した。この時期に所流として、大宮通院の子、通り将が、虫鹿屋として、大宮家から分かれている。中世に、官務の三部家と、局、 ストムの押し工事家は、両局と称せられて、地下官人を統括する体制を整えていたが、近世になるとこれに、水島の平竹が加わり、それぞれ、勘方、撃方、水島方という三夜体制となる。そのきっかけは、江戸開幕後朝廷儀式が再行され始め、それに伴い身武家、押し工事家の両局が、地下官人を続々と登用し始めたことによる。これは、両局が、 多くの職務を担当し、それに付属する所領によって、経済的に余裕があったためである。朝廷を手中に収めたい、幕府側にとって、この独自の活動は意向に反し、牽制のために、平田家を両局と同じ地位にまで上げ抑制しようとした。これに、三武家は反発し、総論となるが、当主、三武光介の失脚により認めざるを得ず、価格では、平田家は、 両極から一歩引くという形で収束する。これら三矢は、近世地下官人の三階層のうち、再官人を組織し、三模様子と呼ばれ、俗に地下官人の投領と称せられて、明治維新まで朝廷に仕えた。地下官人の投領の一環として、虫鹿両明、村田両春が、三部康介の勇士となった。これにより、虫鹿屋と村田家は、文の家柄として、 三武家の統率を受けた。中でも、村田家は、右大使を継承する家柄となる。三武家は、近下,下ではあるものの筆頭格であったことから、同情家に順じて、押し工事家と共に家族に列し、1870年、当主、三武佑が、終身家族に、ついで1876年永代家族となった。そして1884年には、小三武夫が、男爵に除せられた。 なお、平竹や、その他の氏一族は、氏族とされた。鎌倉前唱家や騎士系図実践は、実施、転戦は、養子、有志、官は、官無就任者。鎌倉以後身武家、大宮家系図実践は、実施、転戦は、養子、有志、数字は分裂後官無就任順。戦国時代の下屋国武家、三部春と未定の種業を外するとし、本世に、 小径や騎士を称している。種行は、毛の氏族の三武士の光栄で、小径や騎士を仮置かしたとする説があり、確証はない。栃木県下津賀郡三武町には、現在、三武士が、大津市のおごと神社から感情を受けたとされる同盟のおごと神社が残り、同じく師祖として、今大宿根を祀っている。戦国時代までの間、大見国久留本軍を拠点とした武家、小月山くが、 平安時代中期に今日移した後から文献に参見され、お月の山くん宇治神の小月大社、小月神社に対する寄進を重ねている。このことから、青地氏は改名した昭家や騎士一族、もしくは昭家や騎士の在地領主と考えられている。ただし、鎌倉時代に、ま淵氏から元綱が、養子に入って、以降、源氏を本性としている。元来は、朝廷の機関だが、 官中の書務を掌握するという性質上、おつき氏の総電となる。文は、公文書の作成、夕食後日の調査を行うため、大乗官府殿の管理も行った。官務課となった小恵屋氏は、その職の便宜上私的に文庫を有していたが、時代が移ると、小恵屋氏の文庫にも重要書類が保管されるようになり、重きが移っていく。そして、軽く2年の退位化で、 不殿が消失すると、おつきしの文庫が、漢文庫と呼ばれ公的な機能を持つようになる。この漢文庫は、朝廷、幕府から尊重され、庇護を受けては9月まで維持され、同時に、昇形や士の地位も確保され続けた、維新高級内政に献上され、現在も宮内庁所領部に、身分家文書として、保管、図書領総関身分家文書として刊行されている。宮内省に所属し、 行行の際の湯殿や乗り物の準備、宮中の投下、新炭の調達、代理の庭の掃除といった雑務を担当する機関。鎌倉時代将、ケヤキ国宗が、殿も頭に任じられて、以降世襲化、主電量の領地は、資料化していった。民部省所属で財政を司る。頭には、劇、大武士、書道博士が任じられ、お月氏もたびたび務めた。 大乗館の厨房の管理を行う監視。本来、小納言局と弁管局が共同で管理することになっていたが、蔵人所の設置に伴い、小納言局の職所が境外化し、弁管局引いては小家屋騎士が管理するようになった。カンクリアイエは各地に省園を持ち、運営における食料、費用に充てており、中には、小家屋騎士が開発領主のものもある。これらの荘園も、 また、昭恵明氏が掌握、治療し、事実上の所領を溶かしていった。自称、受影の乱によって東大寺は荒廃し、大仏の復興にあたる職として修理。東大寺大仏長官に、小恵明隆子職が任じられる。その後も、名目的に修理大仏長官、または、増東大寺次官に、昭恵明氏が任じられた。朝廷に献上するための道、鉛を採掘。 精錬するために置かれた機関、摂津国の西軍忠道山が主要産地で、大つ氏が管理し官務課の私領として受け継がれた、小計や騎士の資料のほか、官連受けを威勢により、大上館関係領、主伝領領を所領とした、江戸幕府下統制以後の火力、山城国氏も、佐賀天平を9年から幹事7年までの間の大上官府戦時、会場を、 梅別に分類して編集した、法令集、小恵や騎士が編集したと従来考えられてきたが、源の常よりによるものとする説もある。三武春府著、南朝の正当性を主張した、人皇正党期に対して、北朝の正党を主張した、歴史書、小恵や騎士の地三武家に伝来していた、大乗官府や戦時を編纂した文書、元六年間に三記霊が、 天略2年から元六7年までに出された大乗館関連の古文書を諸者したもので、当初、新内子古文書と呼ばれた。後、明治時代に、上記、左上昇の続編という意味で、名が与えられ定着した、維新高級内政に献上された、漢文古所蔵文書、図書量相関身武家文書として刊行。明治維新後、当主、身武助くよが、 政府に提出した身分家系譜、日記滋賀県祭人、落別名、雨の小屋根の命祭人、落別名、大名虫の命祭人、雨の太玉の命、落別名祭人、今を救ね、たたり道づくし高し天皇、大名虫の命、アホ今王の墓が残る、栃木県祭人、天照大三家、天武天皇、舎利神皇、お月今尾公開来、官務、家、局、 ストム、家の成立、ISBN 9 7 8から4から6 4 2 0 2 9 0 0 1ありがとうございます。